こんにちは、こんばんは。ゲーム動画のイコです。プリンセスコネクトリダイブ始めていきましょう。今回はイベントですね。やばい。今日が何の記念日か覚えていらっしゃいますか？なんだろう。もしそうでしたら、あなた様にお祝いしていただけるのですが、残念ながら外れです。ご飯答えはあなた様が初めて私の作ったお弁当を食べて薬の効果で眠りに落ち、肩に寄りかかって眠ってしまわれた。題しておやすみお弁当記念日です。ちなみに昨日は100万本のしびれ花記念日でしたし、明日はなんと初めて5秒間目が合った記念日ですわ。やばいな。お祝いしないわけには参りません。というわけであなた様にプレゼントを差し上げます。いらない。何でも欲しいものをおっしゃってください。財力ですか、権力ですか、それとも国、どんなものでも私が取って参りますわ。まあなんと無欲な。それでは記念日を祝福できません。確かに。あなた様との思い出の日を祝わないなど言語道断。一体どうすれば。分隊長、位置につけ。あら、何でしょう。通りの方が騒がしいですが。前へ進め。あれはナイトメア。かなりの人数ですね。一体何でしょう。何だろう。おや、君知らないのかい。あれはナイトメアの訓練所を卒業した新兵たちのパレードだよ。ほう。まあ、ああいったものもお好きなのですね。最前列に移動しましょうか。お、君もこういうの好き？いいよね。僕も好きで毎期見に来るんだ。この後王宮前で新兵たちの叙任式をするんだよ。よければ一緒に見ていかないかい。一緒に。 いえ、見ず知らずの一般市民が見物する催しなど私たちには関係ありませんし、お断り。そうですか、そうですわね。あなた様の見たいものならば絶対今参りましょう。すぐ参りましょう。変わり身早いね君。あ、まあいいや。じゃあこっちだ、ついておいで。今期の新兵訓練所卒業者56名。諸君が全訓練課程を修了したことをここに称する。ナイトメア騎士団長の名のもと諸君を騎士に叙任する。代表して成績優秀者は前へ。はっ。かの者が王に奉仕する全ての者の守護者となるように、まさに騎士になろうとする者に真理を守るべし、祈りかつ働く人々全てを守護すべし。今ここに新兵訓練所首席卒業騎士を授与する。おめでとう。優秀な成績を収めた新兵はああやって騎士団長から表彰されるんだ。勲章ももらえるんだよ。あなた様、勲章がかっこいいですか。クス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 、いいことを思いつきましたわ。勲章なら記念日のプレゼントにするのにぴったりです。
身辺になって勲章をもらうとしましょう。続けてこの者の担当教官はマイ。最近は成績優秀者の訓練を担当した教官も一緒に表彰されるんだよ。なんでも今の訓練所は深刻な教官不足らしい。そこで少しでもモチベーションを上げようってんで、新兵の卒業式で教官も評価されるようになったんだ。教官の勲章、あちらの方が豪華に見えますわね。どうせもらうなら豪華な方がいいですわよね。その方がこのお方もお喜びになるでしょうし。教官ですか。クスクス。決めましたわ。プレゼントはあの勲章にしましょう。そういうことならば急いで教官になる必要がありそうですわね。おーい、リチャード君、こたびの受勲まことにめでたい。さぞや立派な教官ぶりだったんだろうね。いやいや、ありがとうございます。これも教官役として私を推薦してくださったおかげです。いやいや、それほどでもあるかな。君を推薦した私も鼻が高いよ。アハハハハ。なるほど、あの地位だけ高くて頭脳レベルの低そうな騎士隊長が教官の選定に関わっているわけですね。ならば、夜は冷え込むな。今日は退散するとしよう。君はこんなところで何を。何を。そうですわね、あなたに少々お願いがございまして。お願い。ええ、ただし答えは、はい以外認めません。え、何。イメージが変わった。どうでしょう、この服似合っていますでしょうか。クスクスクス。これは新兵訓練所の教官が着る制服ですわ。あなた様に勲章をプレゼントするため、私教官になったのです。どうやってとでも聞きたそうなお顔ですわね。そんな不安そうになさらないでください。ちゃんと騎士団の偉い方に推薦いただいたのですから。そうですわよね、騎士隊長さん。はい、エリコ様。やばいな。あなた様が新兵を教育してくださった暁には、我らがナイトメアの訓練所はさらなる高みへと到達するでしょう。あはは。ラッキーになってる。君とお授けください。ついでに私めにも。大したことはしていませんわ。ただ少々お願い事を聞いていただきやすくしただけです。そんなことよりも、待っていてくださいませ。あなた様、私が必ずや勲章を持って戻ります。あ、どこまでも無欲ですのね。そんなあなた様も素敵です。ですが
はあなた様の伴侶、どんな願いも叶えてみせますから。クス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 。クーリーフューリーブートキャンプ。おお、タイトル。1個は杖持っていて、200レベルに牛4ですね。CV 橋本ちなみか。まあ、まずはここ行かないと多分ダメだったはずなんで、まあそんなに強くないメンバーでもかなうと言っても、もう本族揃いすぎや。同じあのキャラはバージョン違いがあるのか。
備協会です。うん、お疲れ様です。で、ストーリー行きます。この服少し窮屈ですね。ですが意外といいこともあります。それはこの服を着ているだけでひれ伏してくるものが多いことです。特定の条件を達成すると報酬がもらえますよ。頑張りましょう。投入。弱いくせに理想ばかりが立派なゴミ虫たちを私の手で少しは強いゴミ虫にしてあげましょう。受け取ることができる報酬があるようです。確認してみてください。さあ続き行きましょう。まさかエリコのやつが教官になるとはな。仕方ね、見張っとくか。頼むから変な騒ぎ起こさないでくれよ。
敵を完遂すべく私なりの秘策も用意してあるのです。これで勲章は明日にでもあなた様のもの。クス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 。おーい、そこ何してんだ。そろそろ訓練が始まる時間。あれ、お前たち。あなたは。いや、変なとこで会ったな。なんでお前たちがここに。なんでとは見てわかりませんか。見て。そうだな、見る限りはエリコが教官の服を着てこいつと訓練所にいるな。十分わかっているではありませんか。私はこの訓練所の教官になったのですわ。この方はその付き添いです。はぁ、エリコが教官に。いやいやいや、なんで。いろいろ、そうか、詳しくは聞かねえよ。どうせろくなことじゃないだろうし。クスクスクス。私はこのお方のためなら何でもするのです。まあ上が決めたことならいいけどよ。私も雇われ教官だからとやかく言える立場じゃねえし。雇われ教官。そういえばあなたこそなぜここにいるのです。ここはナイトメアの訓練所。カオンのあなたが教官をしているのは不自然です。ああ、それな。ちょっと前にここの騎士団、種族を問わず入隊できるようになったろ。それからビースト族の入隊希望者が増えてるんだよ。で、最近ちょっとずついい関係を築きつつあるカオンからも臨時教官を派遣することになったんだ。その一人が私ってわけさ。ま、騎士になりたいビースト族のみんなも応援してやりたいしな。ってことでここ何期かは教官をやらせてもらってる。なるほど、大体の事情は分かりましたわ。つまりあなたは勲章目当てではないということですわね。ならば私が今期の勲章をいただきます。異論はございませんわね。ああ、まあな。けど新米教官が勲章をもらうなんて前代未聞だぜ。大地、お前訓練なんてできんのかよ。クス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 。その心配は無用ですわ。この薬があれば。なんだそれ、またろくでもねえもん作ったのか。あら、失礼ですね。新兵たちのために用意したとっておきの秘策ですわよ。秘策？ますます怪しいな。怪しいことなどありません。いいですか、この薬はいわば究極の競争剤です。使えばたちまち肉体は強化され、あっという間に最強の戦士が完成するのです。これぞ最速かつ最高の連兵。訓練所のシステムを大きく覆す画期的発明。私の受訓は間違いありませんわ。やっぱろくでもねえんじゃねえか。絶対にそんなもん使わせねえぞ。ほら、危ねえからこっちによこせ。あら、邪魔はさせませんわ。クス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 。いっちまった。早く止めねえと。追いかけるぞ。教官遅いな。だな、もう訓練が始まる時間のはずだが。皆さん、ごきげんよう。
ずいぶんお待たせしたようですわね。大変失礼いたしました。私が担当教官のエリコです。つまりあなた方はエリコ班ということになりますね。エリコ教官でありますか？よろしくお願いいたします。私のお名前は。ああ、自己紹介などいりません。あなた方の訓練はすぐ終わりますので。それってどういう。クスクスクス、こういうことですわ。なんだこの煙。なんだか頭がふわふわして。さあ皆さん、これであなた方は最強の戦士、一人前の騎士ですわ。存分に暴れて訓練所中にその力を見せつけるのです。教官はただ兵士を強くすりゃいいってわけじゃねえ。まだ右も左も分かんねえようなひよっこを鍛えて集団生活に適応させて、こうやって組織として戦えるように育てんのが教官の仕事なんだよ。組織として戦う。ああ、それが騎士団の戦い方なのさ。一人でもバカみたいに強えあんたには分かんねえだろうけどな。そもそも集団戦なんて言葉も知らねえだろ。そんなことありませんわ。私だってその程度は知っています。名前くらいは。そりゃ知らないのと同じだよ。まそうだろうと思ったけどさ。だからお前を責めるつもりはねえ。
けどな、想像よりもずっと人に教えるのは難しいぜ。お前みたいに最初から強えやつには特にだ。それでも本当に教官やるってのか？やりますわ。このお方に誓いましたもの、諦めません。組織として戦えるものを育てるのがここの教官だというのならやってみせます。そして絶対に勲章をいただきますわ。そう、全てはこのお方のために。意気込みはいいし、別に止めやしねえけどよ、あのデストロイヤーが教官にね、本当に大丈夫なのか？なあ、お前もどうにか言ってやったらどうだ？お前も苦労してんだな。分かったよ、私も様子を見てやるとするか。さっきまで何してたんだっけ？そう、教官を待ってたところまでは覚えてるんだが。あっちゃー、新兵たち、さっきまでの記憶がないみたいだな。クスクス、当然です。あの競争剤は綺麗に理性が吹き飛びますから。誇らしげに言うな。あのな、エリコ、本気で教官やるなら今後はああいう身勝手なのは禁止だぞ。はあ、分かっていますわ。勲章をもらうためなら仕方ありません。しばらくは黙って教官の仕事を学びます。ったく、頼むぞ。じゃまずは担当の新兵たちとの顔合わせだ。エリコから自己紹介してやれ。ごきげんよう皆さん、私はエリコと申します。よろしくお願いしますわ。は、自分はジョーであります。ルークです。フレディです。ソフィーと申します。よろしくお願いします。よし、いい挨拶だ。エリコ、名前と顔は一致したな？名前は覚えましたが、正直全員甲冑で顔など覚えようがありませんけれど。ああ、それな、私も最初は苦労したぜ。けど真面目に向き合ってりゃ意外と区別もついてくるもんだ。その辺はお前の努力次第だな。一つずつ新兵たちとの信頼関係を築いていけ。信頼関係ですか？ああ、いい教官になりたいならコミュニケーションは一番大切だ。今日は私が訓練の手本を見せるから、ちょっと見てな。よーし、お前たち、今日は私とエリコ教官の2人で指導する。心して訓練にかかるように。訓練の基本はまず強靭な肉体作りにある。というわけで、まずは腹筋、腕立て、スクワット500回ずつ。500回？全部で1500回じゃんか。そこ聞こえてるぜ。死後は慎むように。ま、でも初めてだからな、手心は加えてやる。
100回ワンセットが終わるごとに休憩を取っていいから、ゆっくり確実にこなせよ。100回、はあ、それならまだこなせるかも。そうね、よし、じゃあ訓練開始よ。だろ、こんな感じでメニューを指示していくんだ。明日からはエリコ一人で訓練メニューを。そうだ、明日はそういうわけにもいかないんだったな。どういうことですの？昼のブリーフィングで聞いただろ。明日は全班合同の行軍訓練だよ。数日かけてミステリオン大森林を横断するから、しばらく基礎訓練はなしだが、こいつらにゃ基礎訓練以上にきつい訓練になるだろう。今日は訓練を早めに切り上げて、しっかり休ませてやれ。新兵の体調管理も教官の仕事だからな。さっきも話した通り、大切なのはコミュニケーションだ。最終的には自分らしい接し方を見つけりゃいいが、今は走り出しだ。くれぐれも優しくしてやれよ。仕方ありませんわね。まあ努力くらいはいたしましょう。よし、そんなら私はもう行くよ。頑張るよな。皆さん、日が暮れてまいりました。今日はこの辺で訓練をやめにしましょう。待ってください。まだ走り込みが3周も残ってて。あら、日が暮れるというのにまだ終わっていないのですか？はい、ごめんなさい。これ式のメニューもこなせないとは、気が緩んでいるのでは？ここはお仕置きが必要でしょうか？ああ、そうでした。信頼関係を築くのでしたわね。仕方ありません、許しましょう。そこのあなた、特別に今日は見逃してあげますわ。訓練は中断なさい。本当ですか？よかったです。休憩している間に何回かうたた寝しちゃったから、絶対間に合わないって思ってて。うたた寝ですって、やはりお仕置きが必要そうですわね。ここは走り込みを100周ほど。今後は気を引き締めて訓練なさい。いいですね。わかりました、ありがとうございます。さあ皆さん、これが夕食の配給ですわ。心してお食べなさい。牛乳、俺牛乳嫌いなんだよな。そこ聞こえていますよ。訓練中に好き嫌いとはいいご身分ですわね。させんさせんですって、言葉遣いも教育が必要ですか？こんな輩に優しくなど苦行中の苦行ですわ。嫌いなのも分かりますが、牛乳はちゃんと飲みなさい。分かりましたね。なんかエリコ教官って優しいわね。厳しい訓練になると思ってきたんだな、この程度か。ラッキーじゃん。ぬるい訓練で騎士になれるなら、エリコちゃんサバサバだぜ。そうだね、僕
しいのは嫌だから優しい教官でよかった。望みを叶えるためですから、私はあの神兵たちを立派に育て上げてみせますわ。そのためにも信頼関係の構築は欠かせません。多少生意気な口を聞いたとしても寛大な心で許してやりますわ。そう、今だけは。休憩時間までになんとかフォローするんだ。わかりましたわ。さあ皆さん、他の班の行軍の足手まといにならないよう最後尾に移りますわよ。うう、今度は後ろに移動かよ。しんどすぎるぜ。まあ文句を言う口はどれ。そうではなくて、総員回れ右ですわ。けどさ、エリコ教官、ちょっとくらい休んでもいいんじゃないですか。あら、教官の命令に逆らうというのですか。そんなつもりないっすよ。けどちょっと休んでからでもね。エリコ教官、僕もちょっと嫌です。足元も悪いし休みましょうよ。エリコ教官、俺も休憩に賛成です。サボるつもりはないが、引き返すのは効率が悪い。そうね、体力を温存した方がいいんじゃないかしら。まだまだ行軍訓練は先が長いわけだし。皆さん、時間はまだまだ先だというのに。そう固いこと言わないでよ。満場一致なんだからさ。な、エリコちゃん。エリコちゃん。うん。ああ、まずいな。珍しくエリコが優しいから新兵に舐められてる。アドバイスが裏目に出ちまったか。おいお前ら、命令に従え。あまりエリコ教官を困らせるな。クス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 。エリコ？クス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 。いい度胸ですわ。闇落ち？していればいい気になって甘えた態度ばかり。ここに何をしに来たのですか。訓練ですわよね。あ、やはり教育が足りませんでしたわ。やっべ、エリコが本気で切れてる。おいおい、エリコ落ち着け。止めても無駄ですわ。誠
私、優しさだけがコミュニケーションではないと思うのです。そう、時に厳しさという無知で叩いてやらなければ。もしもし、エリコ。さあ、いいですか皆さん、あなた方は総じてゴミ虫です。虫以下の価値のない存在です。さあ言いなさい。私はゴミ虫です。と、え、ゴミ虫、どうしたんだ。さっきまで優しい教官だったのに急に。つべこべ言わずに言いなさい。私たちはゴミ虫です。声が小さい。私たちはゴミ虫です。そう、それでいいのです。自分の立場がよく分かったでしょう。これからは私の命令を聞いていただきます。当然口答えは許しません。答えははいかイエス、もしくはその両方です。わかりましたか。はい、イエス。少しずつわきまえてきたようですわね。その調子ですよ、ゴミ虫たち。では、ゴミ虫はゴミ虫らしく黙って最後尾に行くのです。はい、イエス。クスクスクス、ご覧になりましたか、マコトさん。ダダをこねていた新兵たちがあっという間に言うことを聞くようになりました。これもまたコミュニケーションですわよね。ああ、そうだな、コミュニケーションではあるな、一応。そうですか、でしたら何よりです。私、自分らしく新兵たちと接する方法を見つけたかもしれませんわ。さて、これからが楽しみです。どう可愛がってあげましょうか。クス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 。いや、お前のせいじゃねえから。それにこのやり方がエリコらしいっちゃらしいし、厳しい教官もいるにはいる。無知が必要な瞬間なんていくらでもあるしな。けどやりすぎんなよ。それこそパワー。よ、エリコ、訓練ははかどってるか。ええ、もちろんです。行軍訓練の際に新兵たちとの接し方もつかみましたから、次なる業務は基礎訓練。最高の訓練メニューで新兵たちを鍛えておりますわ。へえ、いい心がけじゃねえか。肝心のメニューはどうだ。どれどれ。1日目、腹筋、背筋、腕立て伏せ、走り込み。2日目、腹筋、背筋、スクワット、走り込み。3日目、腹筋、背筋、もう一回腹筋、走り込み。エリコ、この訓練筋トレしかしてねえぞ。はい、それが何か。だから、私たちが育ててるのはマッチョじゃなくて騎士だろ。騎士、剣術訓練とか
術訓練とかそういうのも入れてかねえと強い騎士には育たねえんだよ。まあそんなことはありませんわ。何せ私剣術など知りませんが強いので、それに筋力というものはバカになりません。戦闘においては力こそが力ですので。頭悪そうな理論だな。そりゃお前は見た目に反して怪力なんだろうけどよ。怪力、そうでしょうか。確かにこのくらいの斧なら自在に振り回せますが、軽そうに斧を振り回すなよ。つうかその武器ってどれくらいの重さなんだ。持ってみますか。ああ、じゃあ試しに。よいしょっと。マコトさん、どうしたのですか。どうしたもこうしたも、お前、いつもこんな重いもん振り回してんのか。重い、確かに重めではありますが、そこまでではないような。やっぱり異常だよお前。そりゃこんなバカ力なら剣術なんていらないだろうよ。まあそういうものでしょうか。ああこりゃダメだ。おいエリコ、ちょっとついてこい。マコトさん、どこへ。いいから来い。うん、この辺でいいか。マコトさん、訓練所から離れてしまいましたが何をするつもりですか。お前に剣術の訓練をつけるんだよ。私に剣術を。先ほど言った通り必要ありませんが。お前には必要なくてもお前に教わる新兵たちには必要なんだ。訓練とは面倒なことばかりですわね。あんまりぐちぐち言うな。早速始めるぞ。ほらよ。これはナイトメアが兵士に支給してる剣だ。それで私に撃ってこい。やわな作りですわね。お前の武器がおかしいんだよ。そうでしょうか。なんだか気が乗りませんわね。二人とも。あなた様、頑張って。なんて素敵な笑顔。なんとしても声援に応えなくては。絶対に負けられませんわ。いきなりやる気になったな。おい、クスクスクス、参ります。へえ、初めてにしちゃやるな。けど守りの方はどうだ。どうだ、剣術の必要性が分かったかよ。ええ、ですがあのお方に応援された以上この勝負負けられません。かくなる上はこの一撃で決めますわ。クスクスクス。残念ですがそういうことになりそうですわね。
相手の剣どころか自分の剣まで折るやつがいるかよ。いえ、やはり剣がやわなのですわ。私にはやはりこの斧が合っています。こんなに振りやすいですし。軽々と振り回すな、そんなもん。ったく、本当に教えがいのねえやつだな。しかし本当に困ったな。お前じゃ新兵たちに剣術を教えられない。かといって他の班担当の私がしゃしゃるわけにもな。お、そうだ。これよりエリコ班と誠班による合同訓練を始める。よろしくな。よろしくお願いします。なるほど、合同訓練ですか。ああ、これなら剣術を見て学べるだろ。一番腕の立つやつを連れてきたから、練習試合形式で動き方を勉強できるはずだ。確かに妙案だとは思いますわ。ですが、そこまでして剣術を覚える必要性が。あるんだっつの。ほら、分かったらそっちの班の新兵たちを一列に並べろ。分かりましたわ。さあ皆さん、整列です。はい、いいです。はい、整列完了です。どうでしょう、様になってきましたでしょ。相変わらず恐怖による支配って感じが半端ないけどな。まあこっちも準備はできてるし、早速始めっか。ってことで打ち合い始め。打ち合いって言われても。僕たち剣なんて使ったことないよ。構えがなってないな。こちらから行くぞ。どうした、もう終わりか。くそ。さて、残りはお前だけだ。本気で打ってこい。やってやろう。ダイ。見込みが甘い。あちゃ、ボコボコだな。おい、もう少し手加減。待ってください。エリコ、こちらの新兵たちも私の訓練を受けています。この程度の相手ならそう簡単にはやられませんわ。エリコ、わかったよ。けど、打ち込みが弱い。脇が吹きだらけだ。これならどうだ。剣先まで集中できていないぞ。うわっ、くそ、剣が弾かれた。やっぱり手加減が必要なんじゃ。いえ、まだまだですわ。立ち上がれるうちは。しっくしょー、こうなったら身一つで勝負だ。お手見、この距離では避けられ。うちの一番強いやつをぶっ飛ばした。
的によく耐えたな。すごい。じゃあ今の打ち合い私たちの勝ちでいいのよね。バカな、剣もないのに一本取られるなんて。ああ本当にな、せっかく剣術を教えに来たってのにこんな力技で返されるなんてありかよ。クスクスクス、だから言ったのですわ、筋力トレーニングはバカにできないと。武器は自分の体ではない以上取り落とすリスクがあります。一方で筋肉は違います、絶対に裏切らないのです。クスクスクス、やはり力こそが力なのですわ。はあ、今さら文句を言うつもりはねえけどさ、こんな脳筋理論にしてやられたと思うと、ぬすっげえ悔しい。私の班の新兵が一人訓練から脱落しちまったんだ。ああもちろん怪我させたとかじゃないぜ、ただ訓練についてこられなくなっちまって、そろそろ訓練期間も折り返しだ。追い込みをかけなきゃいけない。いやおうなく日々の訓練も厳しくなっていくんだ。だからマイキー、この辺で一人は脱落者が出る、そういうもんだって割り切っちまえばいいんだけどよ。せっかく騎士になりたいって夢を持ってきたのに、それを叶えてやれねえのはちょっと悲しいよな。別に優しくなんかねえよ、ただちょっとかわいそうだなって思っただけだ。それにさ、こっちも接し方で悩んじまうんだよ。厳しすぎたのかなとか優しすぎたのかなとか、いろいろ考えてるとうまく新兵たちと向き合えなくて。はあ、人を育てるって大変だよな。育てられる側の方がよほど大変なんだろうけどさ、こういう時こそ厳しくすべきなのか優しくすべきなのか、どっちが。何を話しておりますの。エリコ、いつから私の背後にいた。つい先ほどからですわ。そんなことより誠さん、あなたこの方と二人きりで話しておりましたわね。どういうおつもりですか。まさか私とこの方の間に入ろうとでも。いやそんなつもりなんかないって。本当に。ああ本当だよ、だからそんなに睨むなって。そうですか、その言葉信じましょう。一旦はさあ参りましょう。あなた様、新兵の走り込みを監督しなくては。ああじゃあな、聞いてくれてありがとうよ。はあ、エリコのやつ、あいつが絡むと怖えんだよな。いや新兵たちへの態度も十分怖えけど、でもエリコの班っていまだに誰も脱落してないんだよな。あんな厳しいやり方してたら心が折れるやつの一人くらい出そうなのに、あいつなりにコツとかあったりすんのかな。
よし、どう接してるのかちょっと様子見てみるか。一番右のゴミ虫、速度が落ちてますわよ。それでは日が暮れてしまいますわ。へばっているとは。普段ゴミ虫として血を張ってばかりいるせいで足の使い方を忘れてしまったのでしょうか。申し訳ありません。まあもう少しでノルマ達成ですわね。ご褒美にもう3周走らせてあげましょう。感謝なさい。ありがとうございます。うわ、そうだよな、あのエリコが新兵たちとの接し方に高度なテクニックなんて使ってるわけないよな。けどなおさら謎だよな、あんなに厳しいトレーニングをさせてるのにどうして誰も脱落しないんだ。びっくりした、お前かよ。どうしてここにいるかって、そりゃそのエリコの訓練がうまくいってるか心配で。嘘、エリコが脱落者も出さずにうまく訓練してるみたいだからどうやってるのか様子見に来たんだよ。けどやっぱり参考にはなんなかった。あいつはひたすら新兵をしごいてるし、一体どうして誰も脱落しないのか全然わかんねえ。エリコが優しい？お前どうしちまったんだよ。新兵をゴミ虫呼びするやつが優しいってのか。もう少し様子を。それで何かわかるってのか。あんまり変わらねえ気がするけど。わかったよ、お前が言うならもう少し見ててみるか。皆さん、今日の訓練はここまでです。お疲れ様でした。ありがとうございました。すみませんあと一周。まああなた以前も走り込みで遅れていましたわね。毎日運動しているのにまだ足が速くならないとは。申し訳ありません。いいですわ、他の皆さんは先に夕食の配給へ。私は引き続きこのゴミ虫を教育します。はっ、本当にすみません。教官、いいと言っているでしょ。それよりも早く訓練に戻りなさい。本当に日が暮れてしまいますから。はい。あの新兵ちょっと伸びが悪そうだな。こう言っちゃなんだが、ここまでついてこれてないといつ脱落してもおかしくない。教え方が厳しいエリコの下じゃ特に。え？エリコ教官、ラスト一周終わりました。お疲れ様でした。思ったよりも早く終わりましたわね。褒めて差し上げますわ。ご褒美にもう一周。クスクスクス、冗談です。あなたへのご褒美はこれですわ。あれ、それって洗濯中のダブレットじゃ。皆さんの分と一緒に取り込んでおきました。
肘の部分がほつれていたので繕っておきましたわ。エリコ教官、ありがとうございます。僕のために。あなたのためではありません。担当の新兵がみすぼらしい格好をしていては教官である私の評価も落ちるからですわ。分かったら早く夕食の配給に行きなさい。なくなってしまいますよ。はい。エリコのやつ。あ、そうだな。意外だったよ。服を繕ってやるなんて。ただ厳しく訓練してるだけだと思ったのに。また二人きり。だからいつの間に背後に立ってるんだよ。そんなことはどうでもいいのですわ。誠さん、私の目を盗んでこのお方を誘惑することは許しませんよ。誘惑なんてしてないだろうが。それよりも、その悪かったよ。何がですか。やはりこの方に手を。だから違うって。私が言いたいのは、そのお前のこと勘違いしてた。身勝手なやつと思ってたけど、優しいとこもあるんだな。先ほどのやりとりを見ていたのですね。大したことではありません。彼に言った通り、これも教官として評価を得るためです。何ごまかしてんだよ。評価を気にしてダブレットを作ろう教官なんざいねえよ。勝手にお言いなさい。私はただ弱い者には相応の接し方をしているだけです。相応の接し方。ええ、彼らはまだ弱いでしょ。教育者として辛く厳しく当たる以上、それ相応の助けも必要です。そうでなければ私ただの下道になってしまいますから。ただの下道だと思っていたような顔ですわね。これからは考えを改めなさい。いいですわね。悪いけど、やっぱ意外だな。それに想定外だ。想定外？何がですか？あ、いや、そのこいつには話したけどよ、私悩んでたんだよ。新兵への接し方、厳しくすりゃいいのか優しくすりゃいいのか。けどまさかお前に教えられるとはな。え？私があなたに何を教えたと？だから新兵への接し方。私は多分また脱落者が出るんじゃないかって不安で、厳しさも優しさも中途半端になってたけど、それじゃダメだ。エリコみたいに厳しいのも優しいのも全力で向き合うのが正しいなって思ったんだ。誠さん明日からちゃんと新兵たちを教えられそうだ。すっげー厳しく、そしてすっげー優しくな。ありがとよ、エリコ。今照れた？照れたのか？からかわないでください。あなた様まで。もう私先に戻りますわ。待てって。
き、大したことはない。筋トレしまくった分剣も軽く感じるわ。こいつら、これならどうだ。遅えな。そこまで、エリコ班の勝利。やりましたわ、ゴミ虫たち。エリコハン強えな。最初はどうなることかと思ったけど、今じゃ全班の中でも上位だぞ。当然です、私が訓練したのですから。それが一番の不安要素だったんだけど、実績が出ちまってる以上何も言えねえけど、冗談じゃなくて本当に見えてきたよな、勲章の授与も。クスクス、当然です、そのためにやってきたのですから。それにエリコ教官、勝ちました。ええ、見ていましたわよ。よくやりましたわ、ゴミ虫の皆さん。他者に教えるというのもそれほど悪くありませんわ。お前がそこまで言えるようになるとはな。ちゃんと新兵たちとの信頼関係も築けたみたいだし、こりゃ最終試験も楽しみだ。最終試験、確か魔物討伐遠征でしたわね。ああ、そんなに強い魔物じゃねえけど、新兵にとっちゃ実物を相手にする初めての実戦だ。どれだけたくさんの魔物を討伐できたか、それで今期の主席が決まる。クスクスクス、今から結果が楽しみですわ。全班整列、これより最終試験のブリーフィングを始める。我ら教官はここを本営とし、お前たちを監督する。お前たちはさらに上り、中腹まで到達するのだ。そこには魔物が多く住み着き、商人や旅人に被害が出ている。我々が討伐し、民の安全を確保しなければならない。各自臨機応変に行動し、一匹でも多くの魔物を討伐せよ。ただし必ず指定されたエリア内で戦闘すること。お前たちにとっては初めての実地訓練となる。奮闘を期待している。以上だ。では最終訓練始め。ではエリコ教官、俺たちも行ってまいります。ええ、いつも通りに戦いなさい。そうすれば間違いなく勝てますわ。クス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 、激励ありがとうございます。絶対に一番多く魔物を倒して戻ってきます。言ったな、私たちはテントで待機しようぜ。え、さあ、あなた様一緒にテントへ参りましょう。いるね、頑張って倒さないと。そうね、エリコ教官喜んでくれるかしら。いつも勲章が欲しいって言ってるものね。そうだな、俺たちが魔物を倒した分エリコ教官が評価される。ああ、もたもたしてられないぜ、行くぞ。エリコ教官、そうだよね、どんくさい僕を見捨てずにいつも面倒を見てくれた。この恩ここで返さなくちゃ。行くぞ、まずはあの辺の魔物から。うりゃ
レディ、どうしよう。あっちからかすかに魔物の声がする。指定されたエリアからは離れちゃうけど、エリコ教官にちょっとでも報いないと。バレなきゃ大丈夫さ。もう来た。やった、これで3匹目。誰もいないからゆっくり倒せる。ここまで来たのは正解だったな。今物音が。どうした？どうした、エリコ。あ、いえ、ただ今一瞬嫌な予感がして。気のせいですよね。やっと2匹倒せたぜ。お前はまだ1匹だ。稼げないな。そうね。ねえフレディ、あなたはどう？フレディ、どこ行ったの？今の声、どこから？記念日が祝えますわね。今から目に浮かびます、勲章を胸につけたあなた様の姿が。嬉しそうな笑顔が本当に素敵ですわ。そうです、これも記念日にしましょう。題してあなた様の笑顔こそ一等賞記念日。これですわ。話聞いてねえのな、こいつ。お前がいいならいいんだけどよ。エリコ教官！あなたはどうしたのです？怪我でもしたのですか？話して聞かせろ。はい、実はフレディが訓練エリアから出てしまったんです。どうやら北の森の方に。北の森だって。何か問題がありますの？北の森に住む魔物は強さが桁違いなんだよ。他の教官の話じゃ最近あの辺に住み着いたらしい。ブリーフィングでも言ってただろ、騎士団はエリア外に出るなって。新兵が遭遇したらひとたまりもないぞ。嘘でしょ。じゃあフレディは。救援に参りましょう。待て、エリコ。何ですか、マコトさん。お前、本当に自分で助けに行くのか。教官が訓練の手助けなんてしたら、勲章はもらえなくなるぞ。なんなら、私だけで行ってもいい。どういうの？別に勲章なんかいらないからな。けどお前は、勲章のために教官になったんだろ。それは…そうです。この方のために私は何でもするのですから。分かってる、お前が本気なのも。だから聞いた。
ぱり私だけ行こうか。それはでも だよな。そうですわよね。あなた様ならそうおっしゃいますわよね。申し訳ありません。あなた様の伴侶としてここで即答できなかった自分を恥じますわ。あなた様、私も新兵を助けに行きたいです。ですからお願いいたします。共に参りましょう。私とあなた様の力で新兵を助けましょう。おいおい、私を忘れんなって。一緒に行くぞエリコ。誠さん、ありがとうございます。では急ぎ参りましょう。さあ、あとちょっとですが、弱いくせに理想ばかりが立派なゴミ虫たちを私の手で少しは強いゴミ虫にしてあげましょう。教育というのもやってみたら楽しいものです。クス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 。報酬がもらえますよ。チェックしてみてください。まさかエリコのやつが教官になるとはな。はい、かほう。しかだね。見張っとくか。頼むから変な騒ぎ起こさないでくれよ。物悪いわけじゃないからな。
任せとけ。ビースト族の嗅覚ならあんなでかい図体の魔物すぐ見つけられるぜ。まあ素晴らしいですわ。ビースト族の嗅覚にはいつも憧れているのです。それがあれば薬草の採集ももっとはかどりますのに。ああそういえばちょうど今欲しい薬草もこの辺りにありまして。物はついでです。誠さん少々こちらに。手伝うのはいいんだけどよ、今は魔物退治が先じゃねえか。ハードハードは問答無用で倒せんのか。全然遊戯もしない。強くなった。一応倒せるんだ。16か。共感になった以上。やっつけちゃいますよ。深呼吸し、アイちゃん落ちて。私たち全力振り、アイちゃん落ちて。完璧な勝利だ。あなた様と出会ってから長い月日が経ちました。その分思い出もたくさんあります。
記念日も。今回もまた私たちの新たな歴史を一つ積み上げたいものですわ。未来を見せ、全身にビリビリ来やがる。気をつけろよエリコ、お前も。こいつ次で確実に私たちのことを仕留めるつもりだ。ふん、忌々しいですわ。けだものめ、私たちだけではなくこのお方にまで危害を及ぼすというなら容赦はできません。いいでしょう、来るというなら来なさい。あなたのプライドはその立派な角ごとへし折って差し上げますわ。待ってやれ。いけん。もうちょっと。どっかで聞いたことあるセリフだな。ああ、わかった、わかったから。なんでね。どうして相手を何度も蹴飛ばすなんて。許せない、許せない、許せない。ダグ、一番怖いのは魔物よりエリコだよ。こちらから新たに現れた強力な魔物に挑戦することができます。頑張って挑戦してみてください。これ強いんで。訓練所で会うとはな。この格好もお前に見られるとは思ってなかったぜ。魔物がいくらでも湧いてくる。訓練の糧。私もどちらかといえば感覚派だから信じ合える間が。なるほど。弱いくせに。ギルド管理局。お疲れ様です。ギルド管理協会。まさかエリコのやつが教官になるとはな。はあ、仕方ね。見張っとくか。頼むから変な騒ぎ起こさないでくれよ。
主様、旅の準備を整えてより充実した冒険を。15000円だから全然足りないよな。でも、もう一つはコネクトショップで手に入るであるが、あ、コネクトショップ増えてないや。うん、あともう一つノーマルですね。ということで、あと少しとなりましたが、次回はもうこれは次回したいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。